おはよう、前橋から。皆さん、おはようございます。おはようございます。6月25日金曜日です。時刻は7時25分を回りましたよ。ここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオから、おはよう前橋から、略しておはかんな、元曲お送りしてまいります。決まったよ。改めましておはようございます、磯日彩香です。皆さんおはようございます。ビンス古戦です。はい、今日はビンス古戦ちゃんとお送りしていきます。よろしくお願いします。ビンスってなんだよって聞いて、これから聞きます。あ、聞いてくれる。はい。ガッツいっちゃったよ。朝早まらないでください。いつも聞くじゃん、ワンマン。犬かよ。本当ですね。どうしたの、ワンちゃん。うん、また先週と同じなんだけどさ。ジェイウェーブで。ジェイウェーブでさ、うん、モトリクルってバンドが40周年だってジョンさんが言っててさ、ーボーカルがビンスっつんだよ。あ、そうなんですか。うん、はい。40周年。40周年。へえ。うん、古戦ちゃん、その方々はやっぱ日本に、うん、もう DG だね、おじいさんで、うん、見たことないけど生では。うん、でも日本にもこう結構影響が力があった方々なんですか。人気あったと思うんだけどね。うん、なんかケバケバしいね。ケバケバしい。デカチ80年代ね。へえ。うん、もう今どうなっちゃってるかね。まだやってんかね。あ、まだやってるから40周年、ね、そうですよ。そう、なんか出したらしいんだけどさ。まあ、すごいですね。すごいね。いくつになれても、ね、いくつになってもね、やめらんないんだ ね。年齢は関係ないですね、古戦ちゃん ね。Bメタル。はあ、Bメタルをおいくつになられてもかっこいいっすね。かっこよく年取ったかどうかわかんないけどね。かっこよく年取ってますよ。うん、俺もかっこよかったんだけどな。古戦ちゃん今でもかっこいい。若い頃な、今な。こんなじいさんになっちゃったけど。はい、個性的でいいと思います。ありがとうございます。はい、というわけで今日も古戦ちゃんと金曜日をお送りしていきます。お願いします。よろしくお願いします。で、昨日あの夕方っていうんですかね、ちょっとお昼過ぎぐらいに、うん、すごい雨が降って雷ゴロゴロでしたけど、うん、皆さん大丈夫でしたか。大丈夫だったか ね。 ねえ、突然のね。そうそうそう、うん、でも突然やむみたいなね、お天気も。何なんだ今のは、ね、今日もね、そんなようなお天気に来るんだ、なりそうなので、うん、ちょっと続いてますね、ここ数日ね。はい。そして、新型コロナウイルスの方なんですけど、うん、県内の新規陽性者昨日ゼロでした。ねえ、昨日ニュースでさ、そう言っててさ、うお、ついにかって、やったじゃん、行ったとか行ったとか呼び捨てにしてダメです。で、発表人数がゼロってなるのは昨年の11月14日以来なので、なんと222日ぶりです。ああ、やったね、そのぐらいね、経ってるんだね。まあでもね、あのその前とかは変異株とかも出てますから。そうそうそう。はい、一応ね、皆さん、一応ではない、絶対に感染対策をお願いいたします。うんうん、ね、油断しちゃダメ。うん、でもゼロになったっていうのはね、みんなのね、うん、協力があって。よかったですよね、なんかね、ちょっとね、うん、いい兆しっていうかね。ね、嬉しいですね。うん、それでは、今日のメールのテーマいきましょう。今日のメールのテーマはこちらです。今日のテーマは、もう時間終わっちゃうなんで。はい、今日はなんでで お待ちしております。短く言うとあっちゅうまでない。そうですね、はい、ではなんでというメールで皆さんエピソードお待ちしております。せーの、いってらっしゃい、マシ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 。時刻は7時50分です。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香とビンス古戦です。どうぞよろしくお願いします。ね、さあ、今日のメールのテーマ、ビンスさん何でしょう。今日のテーマ、なんで。はい、今日はなんで。まあこういうね、気持ちになったり言葉でも言っちゃうって方多いと思うんですけど、うん、なんでここにこれがあるのとか、うん、なんでそういう考えになるのよとか。待って待って、なんで聞こえもしない声がここから聞こえるの。あ、おっかない。自分で言って大丈夫なんだ。自分で言うときは大丈夫なんだね。うん、びっくりしたり、はい、疑問や不思議に思ったり、なんでと思ったエピソードをお待ちしております。はい、お願いします。お願いします。
ラジオネーム高崎のパパさんからメールをいただいております。先日たまには栄養をつけたくてうなぎのかば焼きを奮発しました。お米炊きたての炊飯器の中にかば焼きを入れ釜をして5から6分蒸らすとうなぎがふっくらして最高なので早速お米を研いでスイッチオン。ところがスイッチを押してもうんとすんとも言いません。よりによってこんな時に限って炊飯器が壊れてしまったようです。え、なんで？ということでお米はガスを使って鍋で炊きました。いいじゃないか、美味しそう。なんとかなったんだね、パパさんね。ねえ、でも急に炊飯器が壊れるなんて。スイッチがね、逆にうんとかすんとかね、音が出たらね、そっちの方がおかしいぞ。そこかい。こてっちゃんもそこになんでと思ったそうです。そう、なんでかな。ガスで炊いたんだ。ねえ、うまかったろうね。でもさ、なかなかさ、鍋で炊こうっていうお家ってさ、まあ、まあ鍋とかはね、大体あるだろうけど、ご飯をね、土鍋みたいなね、炊くってのあんまないじゃないですか。炊いたことがあればすぐ切り替えられるだろうけど。だからパパはこういうね、切り替えできてすごいですね。はい、ね、おこげができたかな。いやー、うなぎとおこげなんて美味しそうね。たまんないですね。さあ、というわけでこんな風にぜひ皆さん、え、なんで、うん、と思ったメールお待ちしております。ちなみにあーちゃんも最近ちょっとこの経験をしたことがあるので、え、なんだろう、8時台でお話ししたいなと思います。お楽しみに。それでは行きよ、こせんちゃん、はい、よ、せーの、いってらっしゃいまし。時刻は8時19分を回ろうとしています。おはようマイバシからお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と小千じいちゃんでございます。どうぞよろしくお願いします。さあ、今日のメールのテーマはこちらです。今日のテーマ、え、なんで。はい、今日はえ、なんでと思ったメールを送ってください。お願いします。はい、ラジオネーム長ちゃんからです。長ちゃん、長長。みんな大好きスターバックスに都道府県別のご当地新作フラペチーノが出るそうです。うん、新潟は柿の種フラペチーノ、茨城はメロンフラペチーノ、うん、山梨はブドウフラペチーノなどなど、地元の有名企業や名産品をもじったのが多いですが、我らの群馬はなぜかマンゴーフラペチーノ。え、なんで。調べても有名な企業もないし、生産量もトップ10に入らないのに、誰かご存知の方教えてください。個人的には群馬だからこんにゃくゼリージュレフラペチーノとか面白いと思うんですけどね。あ、いいですね。確かにこんにゃくゼリー考えましたね。こんにゃくはね、姉さん、うん、なんでかわかるのこれ。はい、あのですね、ちょうど昨日あーちゃんもお伝えはさせていただいたんですけど、うん、群馬県はヨーグルトマンゴーフラペチーノなんですね、うんうん、ヨーグルトは群馬県は酪農が盛ん、うん、乳製品に親しみがあるということから、うん、ヨーグルトをベースにしています、うん、ここが一つ。一つね。そしてヨーグルト、マンゴーなんですけど、うん、これは、うん、県のお花、うん、レンゲツツジをイメージしてます。あ、オレンジっぽい色 ね。そうなんだよ、長ちゃん。そうか、そうじゃないかと思ったんだ。嘘、本当こせんちゃん。ここにさ、俺の視界にさ、見ちゃった、ある中にね、オレンジ色のユニフォーム。そう、実は、うん、国体の、うん、群馬県の選手団のユニフォームのこう色が決まりまして、はい、これはオレンジなんですね、うん、これもまた群馬県のお花連結筋をイメージしてできたんだそうですよ、ね、新聞の見出しに県下、ね、レンゲツツジをイメージしたオレンジ。そうそうそう、ね、オレンジ色使ったって、なんかね、これチラチラと見えちゃったんで、ね、それで思いついた。これじゃないかなってね、もう鋭いでしょ、うん、普通か、やっぱ鋭かった。普通か、目に見えるところにあったからな。長ちゃん、うん、こういうことだったんです。そう、じゃあ秘密教えちゃおうかな。じいちゃんはこのお墓から一番最初、うんうん、出させてもらうようになった時、オレンジじじいっていう、あ、なんか言ってましたよね、だったんだよ。うんうん、なんでだったの、うん、これだよ。
嘘だ、ま、連月辻をイメージしてなんて言うわけないよ。こせちゃん喧嘩喧嘩喧嘩嘘でしょ。バレちゃったかバレちゃった、すぐに速攻バレだ。絶対嘘だと思いましたよ、騙されないよ。なんでなの、はい、なんとなくだと思いました。うん、ラジオネームインさんからもね、昨日もお墓で話題になりましたが、なんでスタバの地元フラペチーノの群馬県バージョンが焼きまんじゅうではなくマンゴーなの、うん、と思いました。言われてみればって感じですけど、群馬県の花レンゲツツジをイメージしているとは、でも美味しそうですねと、うん、6月30日から一斉に発売になるのということで、これはね、うん、47都道府県の従業員さんが、うん、まあ、各県それぞれで考案しております、うん、ね、面白いですよね。発売日が面白いね。7月1日からじゃないんだ。そう、ね、6月最後じゃない。日本上陸25周年を記念してという、ね、そうなんだ。25年経つのも意外と長いな。へえ。うん、というわけで、はい、イーさんもナガちゃんもスタバに関するメールでした、はい、ありがとうございました。解決スタバです。ちなみに昨日のメールでね、しましまうまちゃんが、うん、焼きまんじゅうマフィンを取り寄せたんですっていう、はい、前橋市出身で、うん、でも今学校で県外に行ってるから、うんうんうん、故郷が恋しくなって我慢できずに焼きまんじゅうマフィンを買ったって言ったら、むーちゃんからメールをいただきまして、うん、焼きまんじゅうマフィンお取り寄せしてくださりありがとうございます。ラジオを聞いてて嬉しくて泣けました。次回はお墓から聞いてます、しましまうまですって備考欄に入れてください。なんかいいことがありますよと。おー、おー、むーちゃん聞いてるねねー、しましまうまちゃん、今日もね、もしも聞いてくださってるようでしたらお取り寄せね、またお願いしますよ。ありがとうむーちゃん、しましまうまちゃん。さあ、そしてここです。ラジオネームキングヤスさんから。ヤスさん、どうしても見たい聞きたいと思っていたテレビやラジオ、ネットの番組や配信をずっと直前まで待機していたのに寝落ちをしてしまった時、ハッと目が瞬間覚めた瞬間、なんで俺は寝てしまったのと現実を受け入れたくない自分はただ呆然とするばかり。生放送だったり再放送やアーカイブもなく、その時にしか見られないものだったりすると本当に目も当てられません。俺の熱意はその程度のものだったのかと、しばらく自分を責め続けます。なるほど。あるよ。じいちゃんも何回もあるな。これはね、うん、眠いのさ頑張ってさ、ドラマとか最後のとこ気がついたらもう次の番組やってるとかさ、テレビ何のために頑張ったの。そうよね、うん、あとは寝坊してしまった時に、なんでってなりますよね。寝坊ね、もうとしか思えないけど、お墓の時は早起きなんでさ、うん、その次の日目覚ましのセットをし忘れて、うん、平常の、うんうんうん、2時間ぐらい違うんだよ起きる時間が。そんな違う。あ、まあそうだよね、早いもんね、お墓からはね。そうだよ、間違って、うん、ある、ひどきだよね。なんでなよ、なってんだよ真っ暗なのにみたいなね。そしてですね、つんちゃんの母さんからですね。今年の梅雨は雨の降り方がちょっと変だよね。降らないよりはいいんでしょうけど、もう少し優しい恵みの雨よろしくお願いします。さてテーマ、なんでですが、今日のテーマがそもそもなんでなんですよ。ネタに困ったか、一層リスナーに募集かけてみてはということで、あ、もうお待ちしております、リスナーの皆さん。採用されるかもしれない。前まで募集しても結構使わせていただいておりまして、はい、ちょくちょく使わせていただいてるので、よかったらつんちゃんの母さん、はい、テーマください。ください、ね、ちょっとお願いします。余ってるテーマ引き受けます。でも今日はなぜこのテーマにしたかというと、あーちゃんがこの、なんでっていう経験を最近しまして、うん、お母さんの、うん、お母さんと待ち合わせをしてたんですよ。そこあ、まだ早いないいじゃんしたって。そしたらお母さんが、あやーって、うん、どうしようって、車の中から猫の鳴き声がするのって、何それ、運転しててずっと猫の鳴き声がするのって言われて、うん、嘘だよって言って、私も乗ってみたんですよ一緒に、うん、したらミャーミャー泣いてるんですよ。この夏にボンネット
に入る猫っているのかなと思っちゃって、うん、いやでも確かに猫の鳴き声だったので、うん、怖くてその車を買ったお店に電話したら、うん、そのお店定休日だったんですよ。あれもうどうしようと思って、うん、とりあえず目の前にあったガソリンスタンドに見てもらったら、うん、ボンネット見てもらったらいないと、うん、でもいるんだよと思ってもうしょうがないから、うん、その車の点検をしてくれるオートワールズでしたっけ。あるね。そうそう、そういうところに行ってもらって、うん、車を上に上げてもらって下とかも全部見てもらったの、うん、いませんよって言われるのね、うん、じゃあ逃げたのかなって思って帰り乗って帰るじゃん、うん、でも泣いてるのミャー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 。うん、じいちゃんは分かっちゃったけどね。え、何？ベルトが緩んでたんじゃない。いやそうだと思ったんですけど、うん、でも猫なの猫なのだから本当にいた。そうで次の日その、うん、行ったじゃないですか、うん、お店がやってたから、うん、したら猫の毛が何本も落ちてたの、うん、でも猫はいなかったの。だからやっぱ猫はいたの。猫いたんだ。いたの。猫の毛がめっちゃ落ちてた。リアルじゃないですか。だけどこんな暑い中運転もしてるんだよ、うん、じゃあちょっと焦げた猫が道路のどっかに落ちてたっていうことになるじゃん。っていう結末。そういうことになるよね。でも見てないの見てないの。うん、よかったね。そう、それね、いい焦げ具合のこう見ちゃった日には忘れられないもんね。そしたらさ、私たちが止める、うん、局に止める駐車場にさ、うん、猫のね、かわいそうなお亡くなられたものがあって、うん、もしかして私が連れてきちゃったのって思ったのよ。え？でも私は時系列を見てみると、うん、そこには車を止めてなかった時間帯だから、うん、あ、私じゃなかったと思って、お母さんの車から私の車に移ったのかなと思っちゃったのね、うん、お猫だったからお互い、うんうんうん、そうっていうね、ちょっとね、もうなんでって出来事が、それはね、ちょっとね、そう、怖かったのよ。でも猫ちゃんがね、亡くならないで逃げられたならよかったなと思った話でした、うん、ヒヤヒヤでしたね。え、だけど隙間にね、そうなんだよ、入り込むっていうのなんかで見たことある、テレビで見たんかな。うーん、あー、実はあるんだよね。でも冬でしょ、そんなのと思って。あったかいんだよ、車、ほらエンジン乗ってきた車って、ほら温まってるから。うーん、でもさ、まあ梅雨で寒かったのかな、雨とかで、まあ、というわけで、はい、こういう話でした。皆さんもぜひ、なんでメールお待ちしております。お願いします。また40分でたくさんメールを読みします。8時42分を回ろうとしています。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と小千じいちゃんでございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくね。さあ、今日のメールのテーマはこちらです。今日のテーマ、え、なんで。そうです、今日はえ、なんで、なんでよ。ラジオネームトゥーパンプスさんからです。パンプス、あーさん、じいさん、のんさん、おはからです。おはから、おはから。私の父が虹の橋を渡ったのが11月15日の午前0時20分でした。その1年後の11月14日、私は深夜残業していました。日付が11月15日になり、ああもうすぐ1年になるなぁとぼんやり考えていたら、目の前のライトスタンドが点滅して、天井の蛍光灯がパンという音がして切れてしまいました。その時、目の前のライトスタンドは元に戻りました。時計を見ると午前0時20分。店長の蛍光灯を新しいものに交換しながら、見た目は生真面目、でも実はいたずら好きだった父のことを思い出しました。やっぱりあれは父が遊びに来ていたのかもしれません。そうです。そうなんだ。だから他に考えられる？考えられない。そのタイミングで、うん、考えられない、うん、そうでしょう。さすがに考えられませんね。ねえ、見えなかったの？ぼんやりと心では見えてたと思います。見えてたのかな。ラジオネーム、レディーババちゃん。ババちゃん、カレー屋さんで、あ、なんでって言わない私はライス派です。あ、レディーババちゃん、数秒かかった。面白い。数秒かかったババちゃんあ、なんでって言わない。私オムライス派あ、ライス派です。いいですね、面白い。なんで、
最近のなんでは、データが壊れたです。絶望しかないです。あら、うわー、データ、データ復元とかももうできない感じなんですかね。やっぱ紙で撮っとこう。そうだね、もう昔ながらの味をねえ、やっぱ見えないやつはな、おっかねえな。そうだよね、縁があるもんね。うん、なんか何食べたくなっちゃったな。何食べたい、そっちかい。でそっちだっちゃった。なんで強烈的、やたら言えないね。でもあれですよね、結構インドカレー屋さんって群馬県多くないですか。増えてる増えてる、増えてますよね。本当にあのインド人か分かんないか、パキスタンかもしれないけど増えたよ。昔から見たら韓国料理とかもめちゃめちゃ増えてるし。あ、韓国もか。なんかさ、ケヤキウォークのさ、ちょっとそばにさ、マムタージでしたっけ、なんか本当にインドのインドカレーのお店。あそこがね、早いんだよ。早いっつうか、まあ何号店目だけど、あそこやってる方がね、結構前橋じゃ走りっていうか、そうなの、インド料理の、まあここの近くもあるけど、最初のお店が。行ってよ行ってよ、マムタージってところ。日本の人だけどね。え、でもね、店員さんが結構、店員さんはだからインドの方、やっぱほらね、ロケーション大切だから。そうだよね、そう、見た目がね。そしたらさ、牛耳ってるのは日本のか、日本つか、あの、はい、普通にさカレー食べてたんですよ、うん、私もなんとレディーババちゃんと同じようにライスも好きだから両方頼んで、うん、そしたらさ後ろからさ、シャンシャンシャンっていう、え、何の音、音がしたのね。そしたら心霊現象、インドの、インドのご一行様が大行列で店の中に入ってきたの、一列で、先頭はインドの杖を持ったおじい様で、シャン、あ、杖の音、シャンって、そう、私はちょっと、うわーすごいよ、本物の、本物来たって、わー、本物も来るっつうか、もう奥の席にね、入ってきたけど、まあ、かなりいい感じの味を出してるってことだよね、結局ね、10人ぐらいね、本場の人が来るんじゃ。そうだね、うん、でも経営者の方あれで、俺ラーメン屋で見かけたことある。あ、そうねえ、ねえ、戻さないでよ話を、怖いねえ、はい、幻滅しちゃうじゃん。ラジオネーム深谷から来ましたさんからです。来ましたさん、あーちゃん、こせんじいちゃん、おはからです。おはから、え、なんでということで、うちの中学生の息子のことなんですけど、うん、休みの日はよく一緒に出かけることが多いんです。ですがお母さんも一緒に行くというと、なんでかダメって言うんですよ。なんでダメなのと聞いても、だってつまらないんだもんと言うだけなんです、うん、多分買い物とか行くと長くて飽きるのだと思います。でも行ったら行ったでそれなりに行動してるからいいんですけどねと、うん、そっか、この中学生の頃にちょっとやっぱお母さんは恥ずかしくね、この頃はね、いろいろ面倒くさくなる年頃だもんね。でもパパからしたらさ、え、なんで、なんでお母さんダメなのってお母さん自身も思いますよね。理由を、思春期ですかね、はい、思春期です。ラジオネーム赤城山大噴火さん、噴火さん、買ったのを忘れて、同じ服を2回買ってしまったことが何回もあるんだけど、その度に、なんで持ってるの、いつ買ったのと疑問ばかり湧くんです。気にせず着ることができるから、これもありかなと思っています。うん、貢献してるね。何度でもいいんじゃないですか、同じもの買って。こせんちゃんは何、そういうファッションとかお好きだけど、こういう経験とかは。じいちゃんはね、あのしまい込んで忘れちゃって、だからその買ったものをさ、すぐに下ろさない。ね、寝かす。熟成する、させる。それが 2,3 年のつもりがすっかり忘れて10年20年丸が1個増えちゃったね、うん、そういうことになる。でもやっぱ同じものを、ね、似たものを買ってしまうってありますよね、うん、特に女性とかはまた同じなんかような服持ってるねってお母さんに言われたりとか。あ、好みだから似ちゃうっていうのはあるよね。ありますよね、男性だってそういうね、趣味のものとかもね。そうだよね、同じもの集めてないっていう、持ってるの忘れちゃうのはあるけどね、似たものに引き寄せられるんでしょうけどね。分かっちゃってる、よくよくあった、なんだ持ってたじゃん。ラジオネーム、うどん県大好きさん、香川県からのメールです。私は冬場の早朝にレム睡眠を経験することがあります。目は覚めてるのに体が動かないんです、30秒ほどしたら動けるようになります、なんでこうなるのかが不思議です。それは誰かが上に乗ってるんですよ、ね、見えないけど、怖いよ、うん、金縛り、金縛り、うん、
まあ経験者が語る。だってレム睡眠とはちょっと関係なさそうですもんね、なんか、うん、誰かなんか重たい感じがするのね、うん、先ちゃんも経験済みなんだ。俺ありますよ、あんまりしょっちゅうなるんで。しょっちゅう、なんとか脱出したいっつうんで、その解き方を編み出したぐらいだから。どんなとこの、最近ないっすけどね、じじいになってから亡くなったけど、うん、時々金縛りにあった。うん、なんかあーちゃんの坂木団のメンバーの子も、うん、お父さんと隣で寝てるんですって今、うん、そしたら、うん、すごく横寝てるんですよ、でも横っ腹がずっとつねられてるように痛いんですって、うんうん、でお父さんにつねられてるかと思ったんですって。そんなことするはずなんもないけど、うん、でもまあつねってるんだろうなと思ってパッて見たらお父さんは何もしてなくて、うん、でも脳は分かってるんだけど、うん、体が全く動かないんですって、うん、これはコセンちゃん金縛りかもしれないけど、お父さんがもうすごい巧みなこのテクニックで いたずらっつうかツンツンしてたん、絶対気がつかれないように、絶対気がつかれないようにさ、やだよつねるお父さん、お父さんがすごいテクニシャンだっていうこのいたずらに、うん、いやでもね、うどん県大好きさんね、うん、ちょっとこれは怖いですね。ハワイのママちゃんからもね、ママちゃん心霊ママはあるわ、ママ霊能者ですよ、ママ結構霊感強いっていうもん ね、うん、夜中に荒戸川に走っていったら、うん、左耳に女の人が、うん、宝くじ買って宝くじ買ってちょっと面白い、怖いけど宝くじっつうの、ちゃんと言葉を宝くじって言うの。ママはすかさず当たったらここに供養塔を建てます、うん、と右側を振り返ったら、うん、石屋さんだったんです。まだ高額は当たってないけどね、そこは出る有名な場所なんです。今は耳鳴りしても慌てず会話をしてお断りしています。朝から失礼します、ママよ。会話しちゃう、うわ、宝くじ買ってってささやくっつうのは初めて。そうだね、そういう話はね好きなんでいっぱいね聞いたことあるんだけどさ、怖いよ、うん、子供も遺伝で見えるね家系とかそういう友達もいるけど、怖いよ、宝くじ買ってなんて言うねジャンボにしてね、ラジオネームさけ太郎さん、さけちゃん、あ、こせんちゃん、うん、雨降りらしいだったら土曜日、うん、伺います。そろそろ T シャツを買いますと。来たら返さないぞ、ガレージセールですね、もう返さないよ君をテーマ、え、なんで浪人時代東中野の、うん、三条間の下宿、あ、三条一間のね、寝てるとよく金縛りにこちらの方も同じじゃん、若い頃はなるんだよ、もう俺も若い頃だもん。皆さんどうです、歯じゃないよ、ないの、あ、そっか、え、まだ若いのにないです、うん、今違うことに一心に染まってるねえ、こ、ダメよ今のあーちゃんに言っちゃ、それは何でもない、何でもない意識はあり、うん、あ、これは夢だ、うん、と思ってもなぜか目に見えるちっちゃな人が、うん、布団の上にそれで朝まで寝てるような寝てないような感覚、ああいいな、小さいおじさん見た、おじさんじゃないかもしれないけど、ちっちゃな人です、俺見たことないんだよ、部屋がね燃えるように明るくなったっていう経験ぐらいしか、目つむってるのに、怖いですよ皆さん。でも大学に受かったら全く出なくなりました、やはり浪人のストレス、うん、なのかな、そういうのかもしれないね、そういえば初めて便秘したのも浪人時代なんだそれいただきました、なんだそれ、ちょっとどん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 霊話になってきてるけど ねあーちゃん嫌いだもんね、うん、ルルちゃん、ルルちゃん、今日のテーマはえ、なんでなんでここにこれがあるのって思うと、うん、お店などの駐車場に靴が綺麗にあるよね、怖いよ、何年に1回ぐらい見るよね、揃えて置いてあるのね、一足添えられて置かれているのは、うん、土足禁止の車の人が忘れていったのかなって思うけど、うん、大体道端に落ちているのは紳士物の靴、うん、怖いよ、
片方だけ落ちてるんだよね、ほとんど。謎。この間は革靴が片方だけしばらくの間落ちてたっけ。片方だけ捨てたのか、それとも犬が加えてきたのか。そんなことを考えながら仕事をしているんです。袋が有料化になってからは袋が道にあまり落ちていないと思う今日この頃です。ああ、すごい観察してるね。うん、レジ袋ね。レジ袋ね。怖いよ。ああ、有料化になったらやっぱりね、捨てちゃう人少なくなったか。まあいいことだよね。そうだけどね、うん、もうなんかそこが入ってこないぐらいちょっとなんかね、またビビってきましたけど。そんなに怖いんだ、今の話が。怖いよ。じゃあ、じいちゃんの本当に怖い話は無理だな。してあげられない。あげるってこともないけど。できないな。じゃあ古仙ちゃんさ、電波で話せるものだったらさ、うん、夏にさ古仙の怪談話っていうの。俺経験ないんだよ、みんな人から聞いた話。いいよいいよ、話せる内容だったらお願いしますよ、うんうん、はい。サトシさんもそういうのできるそうだから、ちょっと2人でやってください。なんでコスコに糸がついたコストコの話。それ全然怖くなかったよ、さっき聞いたけど。でみんなにも教えてあげてよ。そしてアットFMさんからですね、もメールいただいております。今のコロナがもちろん、なんでという状態ですよね、というね、メールいただきました。ただ今日はコロナの感染で、ね、昨日か、うん、どうなんだ、昨日ゼロ、県内ゼロ、ね、今日もゼロにしてほしいね。そうだね、うん、でもこれはやはりこうやっぱりみんなが自粛をねしてくださった成果ですから、うん、自分を褒めましょう。よく我慢したし、自分を褒めてあげる日。そうだよ、頑張ったら褒めなきゃ。あ、頑張ったらね、うん、自分を褒めるって大切です。頑張らない人もとりあえず褒めとこう。大切、うん、よくやった、それは。 あなたすごい。逆になんかできない人ほど褒めて、うん、なんかできる人ほどこう結構、うん、注意じゃないけどアドバイスをしたり、もっとこうした方がいいんじゃないのっていうのがいいっていうのもね、うん、なんかラジオで聞いたことが。ラジオで、うん、ラジオから聞くことはためになる。ためになるね、うん、今日もね、ほらあれだよ、あれ、長ちゃんがさ、長ちゃんのスタバのことを教えてくださいって言ったらさ、うん、あーちゃんたちが教えたじゃん。そうだね。そしたら勉強になりました、ありがとうございますってメールが来た。なんでマンゴーを使ってるの、ね、やったね、一つは食べになりましたね、スタバ。さあ、そして皆さんメールありがとうございました。群馬クレイサンダーズなんですけど、うん、こう新しいシーズンに向けて新たに契約してる選手がたくさんいらっしゃいます。はい、いや群馬本当にすごい。B1 優勝なるんじゃないかみたいなとか、まあ、優勝と言わなくてももうトップの方にも行くんではないかというぐらい、うん、日本代表の選手が次々に契約をされています。もうそういう人たちの方から来たがっちゃう。まずは B1 の秋田から野本選手、うん、29歳の方、この方は元日本代表です。お、2メートルあります、身長が2メートルある。そして今日の朝発表されたのがアキチェンバース選手です。アキチェンバース、この方はもう前々から千葉にいた方で、うん、千葉の心臓って言われてて、うん、日本代表も経験されていて、はい、ここ数年は横浜の B1 で戦っていたんですよ、うん、で、まあ、こういう風に自由リストに乗って、なんでアキが出てるんだみたいな、うん、まさか千葉に戻るのではないかみたいな話が出てたら、まさかの群馬だって言って今大盛り上がりですよ。な、強いところにな、こう、ね、みんな寄ってくんだな。アキチェンバース選手も日本代表の選手ですから、すごいですよ。マイケル・パーカー選手とトレイ・ジョーンズ選手とこのアキ選手のもともと千葉だったこの戦いみたいのが見れるっていうのが、うん、プレーが見れるのが楽しみなんていうね。あ、そうだね。そうそうそう、まあ、バスケットわからない方でも、うん、とにかくすごい選手が来シーズン来るということです。いや、またファンも増えるんじゃないの。みんなね、ファンクラブに入るっていう方が多いです。うん、やっぱりね。何がいいっていうのは、群馬県にたくさんの方々が訪れて、うん、ちょっと変な言い方だけどお金とかも落としてくれて、うん、潤ったりとかしますよ、その地域が。まあそうだよね、そういうことにもつながってきますから、うん、めちゃくちゃいいことですよね。早、ね、いとこね、コロナを克服してね、うん、そうだよ ね、 自由に来られるようにね。そのためにはやっぱ私たちがね、うん、日頃からの対策が大切ということで、はい、今日も対策をしていきましょう。対策するぞ、お願いします。そして週末も楽しんでください。また来週皆さんに元気にお会いできますように。担当はあーちゃんとじいちゃんでした。じゃあじいちゃん、ガレージセール頑張ってね。ありがとうよ、明日やってるよ。
また来週、バイバイ。またね。